無視、はい、ブロック、意外と気にしないんじゃねえかな。いるじゃん、そんなうちの社内ボール犯罪行為までしてないから現場はみんなセクハラとかもう女性がもう、はい、ミート運動じゃないけどやらない限りは治んないと思う。2020年の9月部長に呼び出されて、今日から新番組仮面ライダーの AP になることが決まりました、頑張ってくださいということを言われまして、これは大変なことになるなっていうことを思いました。仮面ライダーに関わることができるっていうのはすごい嬉しかったですし、プロデューサーになるんだったらこれは避けて通れないんだろうなというふうに思って頑張ろうというのは思いました。ただ、やっぱその時に思い浮かんだのが A さん B さんのことで、 A さん B さんと一緒に働くのは嫌だなっていうふうに思って、泣かされましたね、あははみたいな。女性という性別で得をしてよかったね、こんなにこう新人の男性社員がこちらから働けることとかいろいろとある中で、私は女であるからそういうふうに可愛がってもらうことができて利益を享受していると言われまして、あんまり話しても分かっていただけないのかなっていうふうに思いました。その半年の間に例えば私一人でこう300人ぐらい参加するオーディションのこうスケジュール設定だったりとかセッティングであるとか、毎週のようにオーディションを組んで、で1週間後に撮影ですみたいな、おのずと自分の業務量も増え、現場期間に入ったら朝早くから夜遅くまでの撮影が続いて大変で、でしかも舐めるなっていう風な文面があって、舐めてると思われてんだなっていう風に思って、でもそれが新人の仕事だからなみたいな感じで、仮面ライダーの時は生きた心地がしないというか、朝起きようとすると涙が出てきたりとか業務中に泣けてきたりとかがあって、だいぶ追い込まれていたなと思います。やっぱりギリギリまで休めないなというか、休みたくないなと思ったのは、自分がプロデューサーに将来なりたいっていう風な夢があったからですし、ここでこう辞めるようだったらその夢も終わってしまうっていうことだったり、結構現場がその精神的に限界を迎えて逃げ出す人のことを弱虫だっていう風に思っているところがあって、それは自分の甘さなんだろうなっていうふうに罪悪感を抱くこともありました。